はい、皆さんこんにちは、フラワーディスシンです。今日はめちゃくちゃ可愛いフラワーアレンジメントを作ります。もうね、多くは語りません。めちゃくちゃ可愛いです。なのでぜひ最後までご覧ください。では行ってみましょう。はい、今日はねこちらの器にアレンジをしていきます。では早速行ってみましょう。どうぞ。はい、まず最初にこちらのレザーリーフファンでファンデーションワークをしちゃいますけど、はい、では次にですね、今度はガーベラを入れていきます。今回のねメイン花材というかほとんどこのガーベラです。あとは少しちょっとグリーンが入ってくるぐらいなのでぜひ見逃さないでくださいね。でガーベラはこの茎の中に必ずワイヤーをインソーションして刺していきます。はい、こちらでガーベラが入れ終わりました。次にこのレモンリーフを少し入れていきます。はい、レモンリーフが入れ終わりました。次にこのねヒペリカムを入れていきます。はい、ヒペリカムが入れ終わりました。次に最後にですねこの銅弾ツジを入れて終わりにしたいと思います。はい、こちらで完成です。では正面から見てみましょう。どうぞ。はい、こちらのアレンジメントはいかがだったでしょうか。枝物をちょっと入れるだけでさらにガーベラが可愛さアップするっていうのがまたすごいですよね。枝物にはものすごい力があります。ではまた次回素敵なアレンジメントを皆さんに紹介していきたいと思います。じゃあ